皆さん、こんばんは、投資の隠れ家いようこそいらっしゃいましたさてさて、今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までをゆっくりとお楽しみくださいませ AI による株の買い時、つまり底値のシグナルが出ましたこのチャンネルでも投資状況をお知らせしますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますではでは、始めていきます今日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し 前日比149円47銭高の2万8214円75銭で終えました昨日の米国株高を背景にネガサのハイテク株などが買われ指数を押し上げましたこれまでの円安基調に加えて9日のアジア株式市場が総じて上昇したことも日本株の買い安心感につながったようですねただし今日は利益確定売りが出て伸び悩む場面もありました日経平均株価の上げ幅は 一時200円を超えました8日の米国株式市場でナスダック総合株価指数が0.6%高となったことで東京市場でも電気機器株などが買われました日経平均株価は午前中に前日の大幅高を受けて利益確定売りから上げ幅を縮小しましたが心理的節目である2万8000円は維持していました正午過ぎには日銀の黒田総裁が岸田首相と会談し 為替の急激な変動は好ままししくないと述べました為替は1ドル142円台半ばまで円高ドル安が進みましたが株式市場での反応は限られました多くの輸出企業は為替前提を1ドル120円台に置いており140円台であれば投資家による輸出企業の期待感に変化はないとみています 7.91ポイント高の1965で終えました東証プライムの売買代金は概算で3兆1436億円売買代金が3兆円台に乗せたのは8月31日以来となります売買高は12億2470万株でしたまた東証プライム市場の値上がり銘柄数は1205と全体の約6割を占めました逆に値下がりは535変わらずは97でした 今後も引き続き下落が予想されていますが AI ではここから長期投資を始めよとのシグナルが出ていますのでこの動画ではここから投資をしていきます今後投資状況をこの動画で報告していきますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ 絶対人のせいにすんなよじゃあ、明日も絶対見てくれよな